Salus představuje největšího českého výrobce certifikované přírodní biokosmetiky. Nabízí široký sortiment přírodních produktů, které přispívají ke zkvalitnění péče o pokožku a zároveň k celkové harmonizaci těla i duše. Velmi si zakládáme na tom, že naše výrobky obsahují nejvyšší možný podíl čistých přírodních látek, nejkvalitnější rostlinné oleje a vybrané 100% esenciální oleje špičkové kvality. Produkty neobsahují levný sojový olej, syntetické parfumace, konzervanty ani barviva a jsou vhodné pro všechny typy pleti. Každá žena touží objevit tajemství věčné krásy. My jsme tohle tajemství odhalili v bambuckém másle, které pokožku dokonale hydratuje, lehce se vstřebává, zanechává pokožku hebkou a prodyšnou. Biokarité balzámy slouží k ochraně pleti obličeje i celého těla. Čisté přírodní produkty v biokvalitě. Každý člověk hledá svůj způsob odpočinku. Metodu, jak uvolnit tělo i smysly. Doteky jsou zázračným prostředkem lidského dorozumívání. Mohou uklidňovat, zmírnit vaše potíže a starosti, přinášet radost a porozumění. Salus k výrobě používá ty nejkvalitnější rostlinné oleje a vyhýbá se sojovým náhražkám. Nabízí širokou škálu produktů pro péči o celé tělo. Každá žena chce nechat povrch těla volně dýchat. Získat pevnou a vláčnou pokožku, vitálnější a mladší vzhled. Biotělové peelingy s obsahem zrnek mořské soli, rostlinnými biooleji i příjemně vonícími esenciálními oleji dopřávají pokožce mimořádně prospěšnou péči. Přijďte si taky pro svůj Salus výrobek a objevte v kvalitní biokosmetice vaši krásu.皆さんこんにちは。チェコ親善アンバサダーの三谷です。僕はもともとビールと歴史がすごい好きで、チェコに訪れました。チェコに訪れて、そのあまりの美しさに一発で魅了されました。初めてチェコに訪れたのはクリスマスシーズンでしたが、中世の街並みが残るチェコのクリスマスマーケットは本当に美しかったことを今でもよく覚えています。僕はこれまでチェコ3回ほど訪れていますが、そのうち1回はブダペストからパリへ移動するときにわざわざ夜行バスの乗り継ぎ地にプラハを選ぶくらいチェコが好きになりました。今日は僕が実際に行ってみてよかった場所とこれからチェコで行ってみたい場所を中心に紹介していきたいと思います。まずはプラハから電車で約1時間、ビールの都、プルゼニュです。もともとここ発祥のビール、ピルスナーウルケルが大好きだったので、ぜひ工場見学がしたいと思って訪れました。プルゼニュでは工場見学や飲み屋で珍しいムロカのピルスナーウルケルを飲むことができます。ビールの博物館もあり、ビール好きならきっと楽しめる街だと思います。ビールだけでなく、街歩きも楽しい街でした。プラハから日帰りで気軽に訪れることができるのも大きな魅力だと思います。ビールつながりでいつか行ってみたいのがジャテツです。ジャテツはホップの一大産地で、日本ではザーツホップとして知られています。ザーツはドイツ語読みなので、今日からはぜひジャテツホップと言ってください。ここでは毎年9月最初の週末にホップとビールのお祭り、ドチェスナーが開催されています。今年は残念ながら中止となってしまいましたが、昨年はジャテツ産ホップを使用している53のブリュワリーが参加し、150種類以上のビールを飲むことができたそうです。お祭りで飲めるビールの価格は1杯200円くらいからとかなりお手軽な価格なので、たくさん飲み比べしてみたいですね。ステージイベントもたくさんあって、例えばホップ積み大会や頭にビールカップを何個乗せられるかを競う大会もあるそうなので、ビールが飲めない方はぜひこちらも参加してみましょう。お祭りを楽しみすぎて二日酔いになってしまったら、一杯のビールを飲んで治すのがチェコ流だそうです。ぜひ試してみてください。さて、
ここはどこでしょう。チェスキークロムロフと思ったあなた、残念です。ここは西ボヘミアの温泉地カルロビバリからバスで30分ほどのところにある小さな町ロケットです。800年前にこのロケット城が建てられたそうです。ロマネスクゴシック様式のお城だそうで、ザ・中世のお城という感じがしますね。お城の中には中世の武器の展示や刑務所として使われていた当時の様子を再現した拷問博物館があるそうです。かなりフォトジェニックな街でぜひ行ってみたいです。ちなみにドイツの文豪ゲーテは74歳の時にここロケットで19歳の女の子に出会って恋をしたというゲーテゆかりの地でもあるそうです。盛んですね。もしももう少し足を伸ばすことができるならベチョフナトテプロもおすすめだそうです。このキンキラに輝いている聖マウロの遺物箱は中世の金銀細工の中でも特に美しく、体幹宝器に次いで2番目に貴重な宝物なんだそうです。こんなに貴重な聖マウロの遺物箱ですが、実は1945年に所有者がお城の中に隠してしまったため、以降その存在を忘れられてしまっていました。1984年にアメリカの実業家が誰も見落とすことのない箱を探して海外に売却する権利が欲しいとチェコ側に伝えたことから、この箱の存在が再度明らかになり、警察の一大捜索によって1985年にようやく発見されました。この警察による一大捜索物語をもっと詳しく知りたい方は現地に展示があるのでぜひ訪れてみてください。次はノベムニエストナトメトゥイです。チェコは国土に対するお城の密度がヨーロッパ一高くて、お城巡りが好きな人も多いです。ここにはスロバキア出身の建築家ドゥシャン・ユルコビッチが20世紀に内装を手掛けたお城があって、お城好き必見の場所とのことです。水道本館、セントラルヒーティング、電力、電話、ダイニング、個人用エレベーターなどの技術的な設備を備えた近代的な住宅に再建されていて、お城だけでなく現代建築好きも楽しめそうです。モラビア地方の主要都市の一つ、オロモーツも行ってみたい場所の一つです。オロモーツはブルノを拠点にモラビア地方を回った時に時間が足りなくて行けなかった町の一つです。海外のガイドブックロンリープラネットにはチェコで最も過小評価された目的地と書かれていて興味を持ちました。オロモーツで一番見てみたいのはやっぱり世界遺産にも登録されている聖三密体記念柱です。高さが約32メートルあって、この種の建造物では世界最大だそうです。オロモーツのクリスマスマーケットはチェコで一番美しいと呼ばれているようです。プラハのクリスマスマーケットには行ったことがあるのでぜひ比べてみたいです。時間に余裕があったら世界遺産に登録されているクロムニジーシュの庭園も見てみたいです。最後に紹介したいのがミクロフです。ここは2回目にチェコに行った時に訪れて本当に良かったと感じた場所です。多分1回目にチェコに行く人はブルノやレドニセバリチ地区に行く人が多いと思いますが、もしかしたら1回目に行ってもいいかもしれません。ミクロフはチェコ第2の都市ブルノから日帰りで訪れました。町の外れにあるセールのある丘から見下ろす赤い屋根が連なる町並みの美しさが非常に印象的な町です。ミクロフはオーストリアとの国境近くにあるので、丘の上からは遠くにオーストリアを見ることもできます。そしてミクロフは何よりもワインが美味しいです。チェコのワインは美味しい上に飲みやすいので、ついつい飲みすぎてしまいブルノに帰るのが大変でした。私が訪れた時はお休みだったのですが、ミクロフ城の地下にはなんとチェコ最大のワイン樽があるそうです。ちなみに南モラビア地方はワインの名産地です。ミクロフでは毎年9月にブドウ収穫祭があり、近隣ワイナリーのワインを飲み比べたり、発酵途中の赤いワインブルチャークを飲むことができたり、フォークロア音楽やダンスステージを楽しんだりすることができます。この祭りも一度行ってみたいですね。五選と言っておきながらもっと多めに紹介してしまいました。皆さんはどこに行ってみたいですか？さて、僕はバックパッカースタイルで世界を旅行していたので、チェコでも鉄道やバスを使って地方都市を訪れました。こういった公共交通機関を使いこなすと、いろいろな場所に行くことができるようになってとても便利です。チェコ国内には現在チェコ鉄道という国鉄とレギオジェット、レオエクスプレスという私鉄が走っています。チェコ鉄道はスーパーシティペンドリーノという高速列車以外は
事前に席の予約をせずに乗ることができるので、思い立った時に思い立った場所に行くことができるのが利点です。また日本ではほとんど見ることがなくなった食堂車がついている電車もあるので、美味しいチェコ料理やビールを飲みながら目的地に行くこともできます。私鉄の方は基本的に Wi-Fi がついていて、無料で水がもらえたり、座席のランクによっては軽食がついていたりと、なかなかのサービスです。長距離バスはスチューデントエージェンシーやフリックスバスがメジャーです。退屈しがちな長旅ですが、映画を見ることができたり、無料のホットドリンクがもらえたりと、飛行機に乗っているようなサービスであっという間に目的地に着いてしまいます。正直下手な LCC よりも断然快適でサービスもいいです。値段も手頃で使いやすい公共交通機関ですが、難点は鉄道もバスも日本と違って遅れることが多く、突然壊れて別の電車に乗り換えなければいけなくなることもあったりします。公共交通機関を使うときは、そういったハプニングも見越して少し時間に余裕を持った行程にするということをお勧めします。まあ、こういうトラブルも後で思い返すと面白いですね。電車やバスでの行き方を調べるには、イドスというウェブサイトかアプリが便利です。ちょっとアプリを使ってプラハからプルゼニまでの行き方を調べてみましょう。アプリを立ち上げて、マイロケーションのところにプラハと入れます。目的地のところにプルゼニを入れてサーチボタンを押します。そうするとバスや電車の時刻が表示されます。このうち一つを選ぶと詳細が表示され、電車だったら途中に止まる駅なども分かります。ここからバイチケットボタンを押すとチケットを買うことができます。このアプリは僕も実際にチェコで使っていましたが、都市間の長距離移動も都市内の短距離移動も公営も市営も横断して検索できるので、非常に便利なアプリです。結構簡単ですよね。もちろん現地でも切符を購入することができるので、自分に合った方法で手配してみてください。鉄道旅行について詳しく知りたい方は、こちらのガイドブック、プラハ発チェコ鉄道旅行に詳しく書いてあるので、よかったらチェックしてみてください。それではお待ちかねのクイズです。ビールの原料として有名なザーツホップのザーツですが、チェコ語では何と言うでしょう。プレゼントクイズへの応募方法は概要欄に載っているので、後で確認してください。この動画を楽しんでいただけましたか？各地の情報が載っているウェブページの URL も概要欄に貼っておくので、気になった場所があったらぜひチェックしてみてください。それではナッスフレダノー。